こんにちは、よしこです。今日はとっても天気がいいので外に出てきています。紹介するのはこのウクレレです。こんなに可愛いケースがついてて、それからストラップ、カポタストにチューナーがついて4000円程度で購入できます。とってもお得だと思います。このウクレレは3色あるんですけれど、今日はこの色を持ってきました。このままでもとっても可愛いし、入門用には十分だと思います。今回弦を変えたら弾きやすさが変わったり音が変わったりするのかなっていうのをやってみたいと思います。今はこんな感じです。これは釣り糸です。なので1弦から4弦まで全部同じ弦です。市販のものと比べるとテンションは随分違うと思います。フロロカーボンなので弦が柔らかくて随分音弦がしやすくなりました。それでは弾いてみたいと思います。皆さんいかがでしたか？違いは何かありましたか？音に関しては好き嫌いがいろいろあると思います。これからもいろんなウクレレやいろんな弦を使ってこのように試してみたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。この後ちょっとしたおまけがあります。またね。